こんにちはくんです。やっていきましょう。人狼女子メント趣味一人狼に占い師霊能一カレード一パン屋一上一三対一偽占い師一佐々木教授一です。やっていきます。エリックパン屋カミラ女王パン屋か。まあ女王だと思われて噛まれるのが一番だが、どうしましょうかね。まあ普通に村目取ったはいいけど、これ佐々木と人狼何すんだろうね。よし行きましょう。占い出ないかもね。その人狼も佐々木も占い出ないかもね。なんかフル潜伏してもいいような部屋なような気がする。え？カミングアウト。カミングアウト。え？カミングアウト。え、そんなことある？そんなことある？あ、偽占いいんのか。スーザン、ロディ、白、ミカがエマ、白、偽占いの白は初日白だろうと絶対に白なので、3分の2村ならやめた方がいい。まあそうだな。いや、先にグレーの人狼を詰めてから占いに、占い黒逆に切ってないの。トマスりますか。トーマスの発トーマスとミカが黒かな。カミラのこと殴ってるし。トーマス非常をつけたし、かっこ。はい、時短で。カミングアウト。貫通ひどい。もうひどすぎる。ひどすぎる。有無を言わさない。有無を言わさないね。
なんか俺噛まれていいんだけどな。お噛んでくんねえかな。カリウドっぽいこと言ったんだけどな。なんかトーマスに逆上して。あ、ソフィアか。残念。微妙なとこ噛んだね、また。カリウドに見えたのかな。てか、トーマス、黒前提で話してるけど。さて、ソフィアって何話してたっけ。なあんまり何も言ってないね。うん、なんで噛んだんだろう。こう噛むような場所か、ソフィアって。カレードに見えたのか。ミカ、黒。カミングアウト。じゃあミカ釣れば。うん、うん、そうだよな。うん、うん、対抗に黒打つ意味ないよな。何、今どうした。さて、黒なんでしょうか。トーマス佐々木としてミカ黒なのかね。さて、あー、やっぱスーザン死んか。よし、オッケー、スーザン死んだったね。まあいいんじゃないですか。あとこっから黒見つけりゃいいんでしょ。ロディ確定しろ。まあそうだね。エマ釣れば。エマで。いや、貫通でよくね。これ人狼じゃねえかな。カミングアウト。うん、絵まで。
絵まで絵まで トーマスサンタっすよこれ多分。うん？サンタ考察とかいらなくね。初日の私のエキトマス精査の流れ見てきてくれよ。エイカトーマス用したタイミング見てくれ。ん？今何言ってんの？ん？トーマスエリックならってどういう意味？まあもう絵までいいが。エリックは見えてると判断したから言った。フランクな気もするな。ちょっと怖いな。さあ俺のこと噛んでほしいけどね。佐々木が生きてたらロディなんだよね。ロディはなんでエマを生かそうとしたんだ。俺のこと噛んでくれたか。よし、オッケー。あぶねえ、今女王を助けたぞ。危なかったー。あっぶねえ。あとロディ釣れるかな。これフランク釣ろうとしてね。あ、そっか。ロディ、佐々木か、最大。そうや、そうや。いいんだ、別に。いや、ジョーアピ、よかったな。なんか、見えてるとか言ってる時点でダメじゃねえとかっていうのが、自分がジョーっていう透かしだったんだよね。ちょっと、イメージ的に。よかった。よかった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 。これはよかったでしょう。そしてエマかわいそうだけど、エリック女王だと思った。よかったよかった。よし、ジジイ。